The International Olympic Committee, 国際オリンピック委員会は公演にも第32回夏季オリンピックの開催は東京であると発表します。猪瀬直樹です。東京オリンピックみんなでやろう。東京オリンピックが2020年に来れば、今の15歳の若者が目標ができる。皆さんの力でオリンピックができるんです。目標を持ってやりましょう。どうも、先ほどは失礼しました。ロンドンオリンピックの日本代表選手団の総監督、塚原瑞穂です。オリンピックが来たら何がかかるかというと、まずね、まあ、皆さんの要するに、子供たちの、ね、未来、その子供たちが見て次の夢を、ね、希望を持って日本が元気になるという。オリンピックを東京へ、世界に平和を、ラブ&ピース。皆さんご一緒にラブ&ピース。 Thank you。 こんばんは。なんだか突然新宿東口の出口に来てびっくりしてんですけど、今のロックバンド良かったですね。長い間ずっと。今日は2020年のオリンピックの応援団としてやってまいりましたね。えやっぱり48年前の日本よりはるかに今日本はすごいですから、世界の人にこの日本の素晴らしさをお祭りオリンピックとして来てもらったら最高じゃないかと思います。2020年オリンピックよろしく。朝の光を浴びながら夢に向かう。